よし、かすみちゃんから第2回に向けて話があるんだよね。それじゃあ早速お願いできる？ミニライブお疲れ様でした。ライブすっごく盛り上がって楽しかったです。久しぶりにここにいる皆さんと同じステージに立てて、皆さんはどうでしたか？ライブ楽しかったですか？うん、ライブ自体はすっごく楽しかったよ。いろいろ反省しないといけないこともあるけど、私もとっても楽しかったわ。みんなの笑顔がキラキラしてて、とっても眩しかったわね。そうだよね。うん、やっぱりそうだよね。かすみ、ミニライブの後いろいろ考えたんです。バンドを辞めちゃったこのこととか、どうして辞めちゃったんだろうって。私が話を聞いた子はバンドが楽しくなかったって言ってて、きっと他にもみんないろんな理由で辞めちゃったのかなって思ったんだけど、それでもやっぱり私が伝えられることってバンドが楽しいってことしかなくって、その気持ちでバンドをやってみたい子をステージまで引っ張り上げちゃおうって思ったんです。それってどういうこと？寄り添って背中を押すのではなく、引っ張っていくような演奏をする、そういうことかしら。そう、そうです。私たち5バンドが一番伝えられることって楽しさだと思ったので、その気持ちでお客さんを引っ張れたらって。確かに不特定多数の観客の背中を押すことは難しい。どうすればいいかと考えていたけれど、それをやらないという選択肢は思いつかなかったわ。でもお客さんを引っ張るような演奏、具体的にはどんなことをすればいいのかしら？それはその気の持ちようと言いますか。気の持ちよう。なるほど。奥沢さん、ごめん、そこまでは思いついてなくて。ううん、全然平気。私は引っ張る案自体には賛成。うん、いいんじゃない？押すより引っ張る、私たちっぽい気がする。具体的に何するかは、まあやっていくうちに思いつくって。リサさん、それ本気で言ってます？まあ8割くらい本気かな。割と本気だ。なんかこういう勢いづいた時の私たちって大体うまくいってる気がするんだよね。だからかな、あんまり心配してないかも。確かに前もこんな感じでしたよね。でしょ、だから大丈夫だって。私たちらしくやり通せばいい結果になるよ多分。リサってたまにそうなるわよね。ちょっと、それ絶対褒めてないじゃん。そうとなればもう走り出すしかないわね。まず前回と同じように役割分担を決めたいのだけど、どうかしら？はい、そうしましょう。確か前回の役割は